7月第5週目合同礼拝を始めてまいりたいと思います。皆様ご起立くださり、聖霊を持ってご一緒に礼拝してまいりましょう。告白してまいりましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。今日は5週目ですので、共に10回を朗読してまいりましょう。10回、あなたが私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アーメン。感謝いたします。それでは聖歌521番、キリストには変えられませんをご一緒に賛美して始めてまいりましょう。キリストには変えられ、死んだ
けてイエスの勝利を称えようという曲を皆さんとご一緒に賛美し、この曲の中で挨拶の時間を持ってまいりたいと思います。喜び歌おう。イエスは血を
すでに勝利を取られておられます。イエス様の十字架を感謝いたします。アーメン。続けて賛美してまいりましょう。泣く涙をする
聖霊様、どうぞこの場所に共にいてくださり、今日の礼拝を始めから終わりまで導いてください。今日語ってくださる菅原先生のメッセージの上にあなたが豊かに油を注ぎ、主よどうぞ今日出なければならない御言葉を取り継いでくださいますように、主よどうぞあなたが語りかけてくださいますように、私たちの心の目がどうぞあなたご自身に目を開いていくことができますように、主よどうぞ聖霊様触れて助けて導きください。お一人お一人のうちに今日もあなたの恵みと祝福が注がれていきますように、感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。それでは早速聖書のお言葉を開いて、参りましょう。今日のメッセージは信仰活性化の法則ということですね。で、私たちは観念の信仰とか、あるいはなんかお題目を唱える信仰とか、そういうことではないですね、キリスト教っていうね。で、私たちは生活の中に生きた信仰、それはビジネスの中でもですね、それぞれ生活の中に具体的に生きた、そのような信仰を持って生きたいと願っているし、聖書はそのような信仰を保証していますね。で、もう日本の場合は、仏教があるんですけど、もうほとんどもう生活習慣、日本の伝統的な、宗教ではあるんですけども、もう文化に近いような形になってますよね。もう家の宗教は浄土真宗ですとかね。そしたら浄土真宗の教えは何ですかって聞いたら、ようわからん。とにかく家は浄土真宗やという方が多分多いんだろうと思うんですね。で、仏壇もあるんでしょうけども、しかし本人はあまりですね、中には般若心経を唱える人もいらっしゃるんですけども、多くは定期的に変わってお経をですね、読経してくださるお坊さんにお任せして、そしてお布施を渡して、はい、これで先祖崇拝は一応うちはやってますというような形だけの家が多いんじゃないかなと思うんですけども、でキリスト教の場合はそうじゃないですね。やっぱり私たちは今言ってる生活の中でもうリアリティに神様が働いてくださる、アーメン、実際に主が働いてくださるね。そのような信仰をお互いに持っているわけですね。だから観念の神様ではないんですね。私たちに喜びをねくださるお方なんですけども、で今日のタイトルは無から有を生み出す、無から有を生み出す、つまり神様という方は、つまり私たちの信じる神様は、皆さん神様といっても日本の場合ね、神様といったら出雲大社を思う人もあるかもわからないし、伊勢神宮を思う人もあるかもわからないしね、伏見大社とかね、狐を拝んだり、こんぴらさんはワニですけど、ワニを拝んだりとかね、石を拝んだりね、木を拝んだり、それぞれ神様という言葉だけでしたら、みんなにその意味が通じてるかなと思うと、決してそうじゃなくって、それぞれが自分の思い思いをお神様をイメージしていることもなくはないんですね。ここは教会ですから、そういうことないんでしょうけども、私たちの言う神様は創造主なる神様、アーメン、天地を作られたただ一人の誠の善のなる人格を持たれた、愛に満ちた、そして私たちを愛しておられる、そういう神様です、アーメン。これが聖書のですね、教えている掲示されている神様なんですけども、ですから私たちが教会に来るまでに教えられたというか、伝統的に受け継いでいた神様とは随分違うと、
あのね、根本的に違うということなんですね。だから私たちは人間の手で作ったものをですね、また改めてお願いしたりね、願をかけたりするってことはないわけですね。私たちは人間の手で作ったもの、やっぱり人間で作ったものですからね、それが私たちの願いや祈りに応えられるわけがないです。またそれが私たちを呪うこともできないですね。で、仏壇位牌もありますけども、それは先祖を、ね、祀る一つの形ですけども、その位牌があるいは仏壇が粗末にしたからといって私たちを祟ったり呪うことはできません。ね、位牌が呪ったり祟ったりしたら大した位牌ですわ。だから大したもんですよ。私を見に来たい、そんな位牌があったら。まずないですね。ですから人間の手で作ったものは所詮人間が作ったものですから、私たちが改めてそれに祈ったりですね、願をかけるってことは論理的に考えてもまあおかしいなと思うんですけどもね。しかし人間っていうのは一旦こう信じ込んで思い込んでしまうと、改めてその矛盾を突かれない限り私たちはそういう行動から変わらないんですよね。しかし教会に来て聖書の話を聞いたときに、あ、そうか、あ、牧師が言ってたな、人間の手で作ったものを人間が拝んでどうすんねやと言われたけども、言われればもっともな話やなと。だけどそしたらそれに代わるものはあるのかっていう問題ですよね。で、それに代わるものはないから、ね、それに、まあ、固執言うんでしょうか、それのことしかわからないんで人間の手で作ったものに出会わせて、まあ、あるいは自然崇拝したりしてるんですけども、しかし教会に来てね、そして聖書の言葉を聞くときに、あ、そうかと、ね、それに代わって今までの間違いだったものに代わって誠の生ける天地を作られたただ一人の全能の人格と、ね、愛を持たれたこのお方に信頼すべきだ。アーメン。その代わりが分かればもう大丈夫ですよね。代わりがないのにそんなあかんでと言われてもですね、それはですね、解決のない話になっちゃうわけですね。で、今日はね、無から有を生み出すお方なんですけども、ヘブル人への手紙の11章の1節から6節を開けてお読みいたします。はい、こう書いてますね。必ず私第5週ね、これをまずテキストで読むんですよ。はい、信仰は望んでいることから目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたものでないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。そうですね。特にはまあ6節の言葉はね、もう一度お読みしましょうか。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。そうですね。ということはもう逆読みすれば、信仰を持てば神様は喜んでくださるということですね。そういうことですね。信仰はなくては神に喜ばれないと書いてるわけですから、だから皆様が、ね、神様に対する、全能の神様に対する、聖書の言うところの天地万物創造のただ一人の神様を信じてるっていうことは、その一人がイエス様を信じてるっていうことは、神様は喜んでおられます。アーメン。隣の人に言ってあげましょう。主は、神様、あなたのことを喜んでおられるんですって。ちょっと喜んでおられですよ。そうですよね、信仰はなくて喜ばれない。でも皆さん信仰あるわけですから、神様から喜ばれていますね。ね、そして神様生きておられることを信じてますよね。そしてその願いやね、祈りが
イエスの名によって願い祈ることは、まあ、すぐにね自分たちの思うようにいついつかまでって答えは ある場合もあるでしょうし、ない場合も多いでしょうね。いずれにしましてもですね、その祈りに対する神様からの応答はあるということを私たちは期待し信じ、あるいは経験をしていますよね。そのようにして皆様は、まあ、すでに信仰が終わりですから本当に感謝だと思うんですけども、でね、この一節の言葉なんですけど、戻りますけども、この信仰とは定義書いてるんですよね。信仰の定義と言ったらいいと思うんですけど、信仰とは何ぞやっていうと、望んでいることは保証し目に見えないものを確信させるものであると。ここで望んでいる事柄と目に見えないものって2つのことが書いてるんです ね。望んでいる事柄って何なんでしょうか、目に見えないものって何なんでしょうかということなんですけど、でこの後ね、住所ずっと見ていくと、望んでいる事柄っていうのは答えを言うと天の御国だと分かります。住所 ずっと読んでいくと、天のエルサレムに憧れていると書いてある。アメン。ずっと読んでいくとね、信仰にと信仰ずっとあるじゃないですか、ね、で目に見えないもの、それはね神様の約束ですよ、ね、だからこの信仰っていうのはまず基本的に私たち今肉体を持って70年80年ね生きていますけど、やがてみんな死んでいきますね。アメン。アメン。今言われても分かって死んでいくじゃないですか、ね、でも私たちは望んでいる事柄って、私は一番望むことは、まあ、金持ちになったりこの地上で成功したり、それも一つの願望ではあるんですけども、しかし皆さん、それはやがて肉体が死んだら、どんなに金持ちもね、まあ、真田丸もね、今日か今週か来週たり秀吉死ぬんでしょうけども、どんなに皆さん権力を持ってもそれを地上において皆さん去っていかなければならないじゃないですか、ね、だからこの地上における望みっていうのは限定的ですよ。私たちの肉体を持っている間というね、この限定的でしょ。でも私たちは聖書を見たときに神の約束を知るんですけども、その望んでいる事柄は地上だけのことじゃなくって永遠の御国です。アメン。皆さん、天国の約束です。望んでいる事柄の第一は天の御国のこと、永遠の命のことね、また目に見えないものを、ね、確信させると書いてあるじゃないですか、ね、目に見えないものって何かというと、やはりまだ手にしたことのない天の御国のことですよ。皆さんの中で天の御国に行って帰ってきた人は多分一人もいないと思うし、私もこうやって語ってますけども、天国に入ったわけじゃないですよ、ね、入ってない。だけども私は聖書の約束を信じて、まだ目に見てないけれどもそのことを確信してます。皆さんもそのことを確信してますか。私クリスチャンでイエス様信じて洗礼を受けたけども、信じたら極楽に行くのか地獄に行くのかパラダイスに行くのかわからないと皆さん言うことはないでしょうね。皆さんは全員パラダイスに入ります。隣の人にちょっとね、あの念を押してあげてください。あなたはパラダイスに。行くはずですよ。地上何あるか分からないね。でも大丈夫ですよ皆さん。アメン、ね、これが皆さん第一義的なことなんですね。だからこの信仰っていうのは前にもいつも言うんですけど、あの2つに分類される信仰といってもね、どんなふうに分類されるかというと、神の約束を感謝して信じて待つだけのものがあるんですよ。私たち一切手を加える必要がない、私たち何かをする必要がない、全部イエス様が、神の御子イエス様が私に代わって十字架の上で犠牲を払ってくださった、その十字架の手続きによって私たちは何もする必要のない、ただ信じて感謝して喜んで賛美して、それだけでいいものがあるんですよ。それ何かというと、いいですか、罪の許し。アメン。皆さん、罪の許しのためにもう何もする必要ないでしょ。イエス様一人じゃかわいそうやから、ちょっと私も一緒に十字架につく、そんなことない、ね、皆さん罪の許しも完全にイエス様が完璧になされましたね。またその結果、私たちは神の前に義とされたでしょ。義とされたってどういうことかというと、神様があなたの罪はないよと言ってくださってるんですよ。罪人なのに、汚れたものなのに、汚れがないよ、罪がないよと、そのように神様が宣言しておられるんですよ。
アーメン。だから私たちは、いや神様こんな失敗しました、あんな過ちもいっぱいあります、人生でこんな醜い時もありました、確かにそうなんだけども、神様がそれ全部許して汚れを清めてくださっている、アーメン。ただ私たちはそれを感謝して受け止めるだけですよね、義とされることね。それから永遠の命、アーメン、与えられていますね。皆さん、私たち永遠の命を得るために何か特別な献金をしないといけない、そういうことないでしょ。イエス様を信じる信仰だけで皆さん与えられましたね、永遠の命。言いましょう、永遠の命。それから天国の約束、皆さん天国に入れるんですけども、こんな罪人の私でも天国に入れるんですけども、それはイエス様が私のすべての罪を十字架の上で許してくださったので、私はその結果天国に入れます。だから皆さんも天国に入るために何か努力が一切も必要ないわけです。ただイエス様に信頼して感謝して賛美するだけで OK です。アメン。そのように罪の許し、義とされ、永遠の道が与えられ、それからもう一つ忘れてね、神の子供とされる、アメン。神の子供される、ちょっとね付け忘れてましたけども、皆さん神の子供とされる、アメン。そして天の御国が待っている、これらすべては信じて感謝するだけでいいんですね。もうこれについて皆さん疑わないでね、共に前進していきたいと思うんですけども、しかし私たちがこう肉体を持って地上で生きているときに、もう一つの信仰の領域がある。それはこの地上において私たちが何か成功したい、何か人の目に立ってリーダーになりたい、何か影響力を持ちたい、何かそれなりのですね、ものを神様のために残していきたいと、皆さんこの地上における何か得たいと思うならば、私たちはこの信仰の祈りプラス私たちのなすべきことがあるんですよということです。天国に入るのも何もする必要がない、何度も同じこと言いますけども、永遠の命もらう、何もする必要は、信じるだけで OK なんですね。でも地上においてですね、立派な家庭を持ちたい、あるいはね、すごい、ビジネスをして成功したい、いろんなこと思いがあるんですけども、そのためには信仰の祈りプラス私たちなすべき、世界があるんですよ、まあそういうことですね。で、そのことについてはですね、ルカの福音書のですね、17章の5節からね、10節を見ていくときに、私たちは答えから言うと、なすべきことをしなさいよって聖書書いてるの。地上における皆さん、祝福はなすべきことをなさないといけませんよということですね。分かりすぎならば、このね、例えば東京大学に入りたいって、ね、願ったとしましょうね。そして神様、東京大学、東大ってね、もうどんどん祈ってね、もう長時間祈って勉強しないで、もうとにかく都内って言っても、もうですね、東大はどんどん遠くなるばっかりですね。だから、地上における願いは、祈りが大事だし、祈りを通して私たちはエネルギーが与えられ、不思議な出会いが与えられ、不思議な神様の知恵と助けがあって、祈って勉強していない人よりもはるかに優れた結果を持つケースが多いわけですね。いずれにしましても、私たちは東大に入りたいと思うならば、まあ、それにふさわしい基本的な能力もある程度必要でしょうね。基本的なある程度能力も東大クラスになるとね、それプラス必要なですね、努力もなってくるわけです。必要とされてくるわけです。だから、この地上における祝福は信じてたけども何も起こらなかったということはたまたま起こるんですよ。たまたまよく起こるんですよ。それにふさわしい努力と、そしてふさわしいですね、時には願っていることに対する能力も求められるケースもあるでしょうね。全然その能力がないのに願って努力したとしてもちょっといけるけども、そんなに大したことはできないということもあるかもわかりませんね、はい。で、これについてね、信仰が強くされるための秘訣はなすべきことをしなさいって聖書言ってるんですよ。で、ルカの福音書の17章の5節ですけど、ここからですね、ちょっと見て、おきましょう。ご一緒に読みしましょうか。3、はい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ところで、あなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。
帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。給仕しなさいと後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみんなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。この例え話はね、イエス様が弟子たちにね、どうしたらイエス様信仰強くなれるんですかって聞いたんですよね。その時にイエス様がね、引き合いに出された、例え話なんですね。主人がいてね、しもべがいてね、しもべが野良から帰ってきてね、その時に主人がね、出迎えて、朝朝ごはん食べなさいとかね、言うでしょうかってね。むしろ、ね、疲れて帰ってきてもですね、ご飯のこしらえしなさい、お風呂の用意しなさい、あと片付けしなさいって言うでしょってね。そしてその時にしもべがですね、主人の言われた通りしたからといって、主人ちゃんとしましたでなんて言わないでしょってわけですね。で、ね、この答えは、なすべきことをなした後にですね、自分は普通かなしもべですと、なすべきことをなしたに過ぎませんって。だから信仰が強くなるためには、この地上において活性化するためには、なすべきことをするということです。アメ。手抜きをしていたら決して信仰強くならないと。私たちは信仰が強くなる秘訣は努力家でないといけない。怠けていては決してこの地上でですね、神様の祝福をですね、受けることはできないんですよ。信仰が強くならないんですよ。アメ。だから本当に信仰熱心な人は努力家です。なすべきことをする人ですね。でなすべきことをですね、手を抜きしていると、それはですね、当然祝福が祝福を失うということに、まあ、なりますよね。ならここでも問題は、なすべきことを成した後に謙遜になりなさいって言うんですよ。アメ。謙遜っていうのは、なすべきことを成した人の入る世界です。そうですね。怠けてダラダラしてる人は謙遜必要ないもんね。私はふつつかなしもべですって言ったら、お前ほんまにふつつかやな。それだけの話ですわ。皆さん、謙遜っていうのは、できる、頑張った、よくやった、努力した、ようやったねという人が初めて、いや大したことなかったんですよ、私はね小さなことでできません。皆さん、それは謙遜の世界ですね。だから私たちはこの聖書の答えは、なすべきことをまずしなさい、そして謙遜な言葉を使いなさい。アメ。へりくだりなさい。そうしたらあなたの信仰は強くされ活性化されますよ。アメ。高ぶる者は退けられ、へりくだる者に恵みが注がれると、これがね、神様の祝福の原理ですよね。どうぞ皆さんね、なすべきことをして、そして謙遜になりましょう。隣の人にちょっと言いましょう。なすべきことをして、そして謙遜になろうね。はい。なすべきことして、そして謙遜になりましょうね。アメ。ね、何にもしないでふとつかれしもべですって言ったら、お前アホかって。もうね、そうならないようにしたいですね。はい。それで第3番ね。で、このローマ人の手紙の4章の16から25ですね、見ていきましょう。で、このアブラハムの信仰がね、本当すごい、私たちにとって、まあ、すごいモデルなんですね。皆さん、アブラハムの信仰じっとね、まあ、ささって読むとね、読んだ読んだ、ね、今日は3章読んだ読んだ、まあ、そういう世界になっちゃうんでしょうけど、皆さんね、まあ、私ら、まあ、そういう読み方できませんから、ね、じっとこう皆さんに、ね、お伝えする立場ですから、まあ、いろいろとまた皆さんと違った角度でね、アングルで聖書を読むことが当然あるんですけども、皆さんね、このやっぱりアブラハムの皆さん信仰すごいですよ。じっと考えたら、本当に自分に置き換えてみたときにね、自分がアブラハムになったことをね、ちょっと置き換えて、私だったらそんなんできるだろうかと思うような、まあ、すごい信仰なんですね。で、それちょっと読んでいきますね。ちょっと長くなってるんですけど、16から読んでいきます。3、はい。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。
それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。このことは彼が信じた、はい、神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、かえ反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではだけではなく、また私たちのためなのです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ね、ここでね、アブラハムのことが書かれてますよね。で、アブラハムは私たちすべてのもの父ですって、今16節ですか、読んだでしょ。だからアブラハムは民族的にはユダヤ人の 祖先なんですね。アブラハムの腰からユダヤ民族が生まれて今のイスラエルがあるんですけども、でもね、聖書は、新約聖書はアブラハムは私たちすべてのものを父だと書いて、これ霊的なことなんですけど、皆さん、私たちクリスチャンも霊的にはアブラハムの子孫です。ガラテはそう書いてますね。イエスを信じる信仰によってあなた方こそアブラハムの子孫です。アメン。どうぞ、これも隣の人にちょっとびっくりするかも分かりませんけど、あなたはアブラハムの子孫ですと。ね、その時にってね、まあ、そんな勝手に決めんといてって、まあ、聖書そう書いてるからね。アブラハム子孫なんですよ ね。そしてね、ないものあるものにお呼びになる方、ハレルヤ。このことは皆さんいいですね。神様は無から有を生じる方です。ないものあるものにお呼びになる方、アメン。まだないんだけどもあるかのように語るんですよ。まだ持ってないけども持っているかのように語るんですよ。得てないけども得たかのように語るんですよ、ね、無から有を生じる神様ね。つまりもっと言うとね、喜びのないところに喜びを生み出すお方です。希望のないところに希望を生み出すお方です、ね、信仰のないところに信仰を生み出すお方です。失望のところにですね、希望を生み出す、そのようなないものからあるものを呼び出すお方です。ハレルヤ。だから信仰はない、まだ持ってないんだけどあるかのように皆さん宣言する。皆さん、これが信仰の極意です。まだ手にしてないよ、まだ見てないよ、だけどもそれを得たかのようにして私たちは信じて歩くんですよ。まずその第一は天国の御国ですよね。天国行ってない、でも私たちは地上を去っていく時が来るんですけども、しかし私たちは手にしてないけども、見てないけれども、見たかのように信じ、ね、得たかのように歩んでいきます。ハレルヤ。どうぞ皆さんもさまざまな苦しいこといっぱいこれからそれぞれにいろいろあるんでしょうけども、私分かりませんけども、皆さんもう何もないやなんてね、皆さん思った時に、その時に信仰はない世界から素晴らしい見える、そしてあるものの世界を生み出す力が信仰です。だから皆さん失望しないで主を見上げてね、進んでいきたいんですけど、この19節にね、アブラハムの信仰の極意ですね。アブラハムは100歳、奥様は10歳下、90歳でしょ、サラさんでしょ、ね、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでる、まあ、つまりね、女性の次のものがもう終わってもう何十年もなってるわけですよ。そんなね、90歳の人が妊娠したら聞いたこともないね。サラの体が死んでるのを認めて、人間的にも、人間的にはサラから子供生まれないと彼認めてるんですよ。だけども神の約束だから、神様は不可能を可能にするんだ。アーメン。これがアブラムの信仰ですね。だからアブラムは75歳で子供が授かるよ、ね、サラが65歳でしょ。25年間子供を授からなかったんですよ皆さんね。
20歳の人が結婚して25であったら45でまだ可能性ありますけれども、75の時に約束もらって25年ですから100歳ですから、人間的には絶対希望がない。また一日一日過ぎるたびに希望がなくなっていくわけですよ。日一日との希望が遠くなっていくわけですね、あの可能性はね。だけども彼はどうですかね、反対にね、彼は20節ね、不信仰によって神の約束を疑いのことをしなかった。ハレルヤ。皆さん、私たちもこの聖書に書いてある神の約束を疑うことがないように祝福をお祈りいたします。皆さん、私たちの信仰の土台は全部聖書です。神様は聖書を通して私たちに約束しておられることを全部果たされます。だから私たちの信仰の土台は全部聖書です。聖書に書かれていないことを勝手に自分が思い込んで、そしてそれを信じても意味がないんですよ。神は 約束されたことを成就されるんですよ。で、約束されたことは全部聖書の中にあるんです。アーメン。聖書の中にあることは神様はご自分で果たすことをですね、約束しておられるわけです。で、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を返した。日々状況悪くなるのに彼は日々信仰が強くなったんです。これがね、アブラハムのすごいところだね。毎日状況悪くなる。だけども神様はそうされるんだってね。皆さん、この日本のリバイバルもそのような日増しにですね、年ごとに状況は悪くなるような教会の状況ではありますけれども、皆さん、私たちは信仰を持って主を見上げて、日本にも必ずリバイバルがやってくる。アーメン。言いましょうか。日本にも必ずリバイバルはやってくる、やってくる、やってくる。アーメン。そういうことですよ。信仰はますます強くなって神の栄光を期し、そして21節がポイントね、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。彼は神の約束を持っていたんですね。で、私たちは今どうして神の約束を持つことができるんでしょうか。先ほど言った通りですね、聖書の言葉を通して皆さんに神の約束は今与えられています。だから私たちは聖書のことをよく読み、そして聖書のことをよく知ることが信仰の土台になってきますよね。勝手に自分で思い込んで信じる、それは信仰でも何もないですね。聖書に書かれていることが成就するんだと信じる、皆さん、これが本当の信仰ですね。アーメン。だから聖書を読まなければ信仰は強くならないということにもなりますよね。だからなすべきことをなし謙虚になり、そして聖書の言葉を日々ですね受け入れ、聖書の言葉によって励まされ、それを信じていく、その時に信仰が強くされ活性化されていくわけです。さあ、さらに見ていきましょう、ね、この信仰は不可能を可能にするということですね。マタイの福音書の10章の19章26節3、はい、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。そうですね、人にはできないが神にはできる。神には何でもできるからである。アーメン。私たちはできないこといっぱいあります。だけども神には何でもできる、ね、さらに、こういう言葉もありますね。もしできるものならばというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。アーメン。言いましょう。もしできるものならばというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。人にはできないが神にはできる。神には何でもできるからである。アーメン。私たちこのように聖書に書かれている御言葉にしっかり立って、そしてね、見た目はピンチかな、見た目はうまくいかないな、大変だなと皆さん思う中において信仰が生かされますように。皆さん、信仰が活性化し生かされるのはうまくいっている時というよりも、むしろ追い込まれている時、ピンチかなと思う時、問題がある、皆さん、そういう時にこそあなたの信仰が活性化されていきますように。アブラハムもそうでしたね。日ごとに状況悪くなる。だけども彼は神の約束を信じ貫いて、やがてイサクを授かっていったじゃないですか。さあ、次はピリピ人への手紙の4章の13節ですね。
これもねよく引用されるお言葉ですけども読んでいきましょう。3、はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメンですね。ピリピの4の13ね、私もこのね御言葉を40年ほど前に告白、この御言葉は信じて告白し宣言するときにあなたの生活の中で肉となって現れる。聖書のことは読んでいい御言葉ですねだけで終わってもあなたは実ならないって、あなたがそれを宣言し続けるときにあなたの生活の中でそれは現実化するっていう、これはノーマン・ヴィンセント・ピールという人の積極的考え方の力っていうアメリカの牧師なんですけど、この方の本がね世界でもベストセラー、ずっとベストセラーですけども、この方が聖書のお言葉の実用化をすごく説いたんですよ。で、張永義先生もはっきり言ってこの方の影響を受けています。張先生の信仰すごいなと思ってこの方の本を読んだ時に、あ、張先生が語っておられることはノーマン・ヴィンセント・ピール先生が言ってることを張先生はさらに油注がれてさらに力強く語ってるなということが分かったんですけど、皆さんね、この積極的な思考ですね、皆さんこの肯定的な思考宣言はもともと聖書のものです。アメン。神様は積極的なお方ですよ、肯定的なお方。ただ世の中の自己啓発は自分の自己実現のために積極思考、肯定思考を用います。これは神様の方法だから有益なんですよ、積極思考、肯定思考はね。私たちはそれは神のものだからね。ただそれを今言った通り自分の繁栄のためにだけ用いて自己啓発があるんですけども、皆さん私たちは自分の繁栄じゃなくって神の栄光のために、アーメン、キリストの栄光のために私たちはこの言葉を宣言して、そしてあなたの生活の中でこの言葉が実現するように祝福をお祈りいたします。宣言しましょう。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。あ、ね、私40年前に、ね、父の会社を、ね、弟に任せて牧師の道に入ったんですけども、その時に、ね、三歳下の弟はヨーロッパに少し、ね、2、3年留学してて結婚して津川電機に就職してまだ1年ぐらいしか経ってない時で、私が突然牧師の道に歩み出したので、でも、ね、彼も信仰があったので弟に対して、ね、お兄ちゃんどうしたらいいか分からへんわ、それは無理ですよね、1年間ぐらいしか、ね、まだ津川電機で働いてないわけですから、ですね、ですからその時に神様のお言葉を信頼してそれ宣言してきなさいということで、このピリピの4の13を毎日5分間会社に行く前に宣言しなさいと、それだけ教えました。そしたら彼もですね信仰があったので私の指導の通りにですね今もやってますけども、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言って宣言して、今40年になりますけどもね、本当に主が守ってくださって、もともとどっちかというと依頼心の強いタイプの人だと、まあ、本人言いますけども思うんですけどですね、しかしですね信仰によって今日まで菅原電機が40年近く守られて、また新しい、ね、領域に今菅原電機入ろうとしてますけども、本当にね主の守りを感謝いたします。で、弟はいつもそのことによって自信がなかったんですけども、このお言葉によって励まされてですね社長としてのですねその働きをですねなすことができたのはこの言葉のおかげだろうと私はそう信じますね。アメン。皆さんどうぞこの言葉を宣言することによってあなたの信仰は強くされてきます。弱いものに勇士だと言わせなさい。皆さんこれが神様の信仰の原則ですから、弱いものに勇士だと言いなさい。アメン。皆さん言いましょうか。私は主にあって勇士です。勇士です。アーメン。弱いものに勇者と言わせようと書いてるんですから、だから私は自分を見てダメだとかできないとか年を取ってるとか、ね、歯がないとか毛が抜けてるとか、もうそんな一切関係なく、皆さんね主にあって勇者だと、足腰はってもうあるけど皆さん主にあって勇者だと、アーメン。まず宣言することが非常に重要なんですよね。まあ、その時にね細胞まで活性化していくんだろうと思うんですね。だからダメだダメだと言うと細胞も弱くなっていくんですね、命を失うね。だけども言葉によってイエス様にあって大丈夫ですよ、ね、私自身ですよ、ね、主にあってどんなことでもできるんですよ、ね、イエス様にこのために前向きな宣言する時に皆さん細胞までが生き生きとして変えられていきます。祝福を祈りいたします。
最後はね、このゴリアテのところね、ダビデが巨人ゴリアテを打ちのめしたところあるじゃないですか。もう長いんでね、もう短くしてますけども、17章の47節ね、第一サムエルね、この全集団も主が剣や槍を使うずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを、雨、この戦いは主の戦いだね。ゴリアテという2メートル50センチぐらいのもう巨人ですね。ね、イスラエルに敵、ね、の勝負を挑んで1対1の勝負をしようと。イスラエルの中から誰か勇士出てこいと。俺と戦ってお前たちが俺をやっつけたらお前たちの勝利だ、ね、40日間にわたってこのゴリアテというペリシビ巨人族のペリシテ人のです、ね、ゴリアテは戦い挑むんですけども、肝心の神の民イスラエルからは誰も対戦するも出てこなかったんですよ。でも、ね、ダビデがその戦場にです、ね、お兄さんたちのです、ね、昼弁当をです、ね、持っていった時にそのゴリアテの、ね、神の民をなじる声を彼は聞いた時に彼の中に聖霊が下り、そして彼の中に信仰が湧いてきて、そしてダビデは素手でこのゴリアテ巨人ゴリアテに戦い挑んで、どうですか、河原に行って彼は普段、ね、羊を守るためにね、この投げ石投げ機でですね、ライオンやクマをやっつけたという経験があるんですけども、河原に行って5つの石を拾って、そして最初の石でですね、巨人ゴリアテのこの眉間めがけて石を放ったら、その石がゴリアテの眉間にバチンと当たって、そしてゴリアテはその場で倒れてですね、そしてゴリアテの剣を抜いてダビデはゴリアテの勝利したというね、そのですね、歴史がありますけれども、皆さん、私たちはダビデのように何もない小さなものですけれども、皆さん、あなたの人生におけるさまざまな巨人と思われる問題、大きな問題、皆さん、巨人の問題も、あなたは信仰によって彼を打ちのめすことができます。あなたの人生にとって何がゴリアテでしょうか。どんな大巨人、どんなゴリアテやってきても、あなた大丈夫。皆さん、この5つの滑らかに石は神のお言葉です。神のお言葉をもってこのですね、人生の問題というゴリアテの大巨人に私たちは勝利することができます。祝福をお祈りいたします。アメン。主の勝利が皆様に豊かにありますように。天のお父様、ありがとうございます。今日もこうして主の言葉によって励まされて、無から有を生じる神様です。神様、希望のないところにあなたは希望を生み出すことができます。何もないところにあなたは良きものを生み出すことのできるお方です。感謝のないところに感謝を生み出すことができます。喜びのないところに喜びを生み出すことのできる無から有を生じる方であることを覚えてありがとうございます。私たちがダビデのように神様、河原にある5つの石を持って巨人ゴリアテを彼は倒しました。私たちもこの神の言葉によって人生のゴリアテに向かって勝利を得ることができるように祝福をお祈りいたします。神様、どうぞ一人一人の上に信仰と聖霊を満たし続けてください。今から聖霊の満たしと信仰癒しを祈りますので、その場にお立ち上がりください。天の父よ、今日も一人一人を聖霊で満たしてくださるようにイエスの名によってお願いします。天の父様、一人一人を聖霊で満たしてください。イエスキリストの名によって聖霊を受けよ、聖霊を受けよ。油注がれ、喜んで主に仕え、旧霊の者に与えられ、家族の救い、友の救い、同胞の救いのために大胆に語り用いられ、聖霊様とご一緒に働いてイエスの名によって病人に手を置いたら病人が癒されますように、どうぞ一人一人を用いてください。予言の霊で満たし、否定的な悲観的な思いを追い出して前向き肯定的な思いを持って前進できますように、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。イエス様によってどんなことでもできるんです。神様、強い信仰を与えてください。心の中に何かマイナスのものがシェアしているでしょうか。キリストの名によって
前向き信仰的な思いに変えられてきますように。言葉が変えられてきますように。思いが変えられていきますように。圧倒的な勝利を宣言いたします。癒しを祈ります。我のところに手を置きましょう。天のお父様、今癒しを求めるところに手を置いて祈ります。聖霊様触れてください。天の父よ、イエスの名によって癒しを祈ります。私は主であってあなたを癒すものである。イエスキリストの打たれた十字架のその傷によってあなた方は癒しを受けたのです。聖霊様触れてください。主イエス様の皆によって癒されたり癒されたり、骨骨関節筋肉骨髄血液血管皮膚細胞遺伝子神経ホルモンのバランス、すべての臓器に、またがん細胞が全部良い細胞に変わるように命じます。悪い細胞が健全な健康な細胞に変わるように今イエスの名って命じます。心に元気、体に元気を与えてください。主よろしくお願いいたします。日本の君を打ち破り、長年欺いてきたこの日本の君をイエスの名によって打ち破り、日本に住む全ての方々はイエスキリストの十字架の血によって贖い買い取られていることを宣言いたします。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、忌まわしい記憶の呪い、長く続いている負の遺産の全てのプレッシャーからの解放を宣言いたします。皇室の方々の上に福音が届けられ、皇室の全てがクリスチャンとなり、そして聖霊十万の皇室となりますように。聖霊十万の皇室となりますように祝福を祈ります。日本のリーダーたちも覚えてください。祝福を祈ります。どうぞ覚えてください。勝利、癒し、解放、清め、慰め、希望を宣言し、イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン、アーメン。感謝します。それではただいまから感謝のね献金します。彼らは信仰によってっていう曲を用います。天の父様、今から喜んで10分の1聖願感謝礼拝ことの捧げ物を捧げようとしています。受け入れてくださって、あなたご自身の栄光と、またこの群れのそれぞれの群れの必要のために尊く用いてください。下げられている一人一人覚えてください。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、すべての上にあなたの豊かな祝福、発展、繁栄、資金繰りが守られていきますように。勤めている職場、組織、団体を祝福し、人間関係、ストレスから守ってくださって、直属の上司やその組織のトップの方の上に祝福豊かにありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済が不思議に守られ、満たされていきますように。安倍首相とその成功を祝福いたします。どうぞ良い内政外交ができますように。政府の方々の意に平安が豊かにありますように。拉致問題の驚くような麗しく、そして速やかな解決がありますように。どうぞ横田さんたちとそのクリスチャンたちのグループが祈っています。その祈りは天に届いています。どうぞ覚えてください。よろしくお願いいたします。異教徒の中から集団でキリストのもとにみんな立ち返ってきますように。迫害されているクリスチャン教会が守られ、そして迫害している者の中からかつてパウロがそうであったようにクリスチャンが大勢生まれてきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。神様、今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から家族や会社の方々も含めて、安全の福音で主よどうぞ守り続けてください。今夏休みです。子どもたちも特に水の事故や災いや悪者や大病から守られていきますように。さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町町、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音化してまいりましょう。主イエスキリストのお名前によって天のお父様にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。彼らは信仰によって
義の歯を離れ、弱い者のように強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営をもっと知れ。獅子の口を、獅子の口を塞ぎ、清い清いを消し、罪の歯を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営をもっと知れ。主の祈りを捧げたします。ご起立お願いします。天にいます、我が父よ、皆をたたえます、親しきなざりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のあらゆるところで様々な苦難の中にあられる全ての方々の上にも、今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。